こんばんは。今日はキャブレターサイズ、トルクの出る選び方っていうのをお伝えしたいと思います。今日はですね、こういう電卓を使って遊んでいきたいと思っております。で、電卓をご用意していただいた方が面白いかもしれないです。これはですね、今日は3つに分けてご説明します。まず1つはエンジンに合ったキャブレターの実際のサイズ、次はですね、それにアレンジを加えて気持ちよく回るためのキャブレターサイズ、3つ目はですね、キャブセッティングをするにあたって、まあエーデルですとか、ホーリーのそういったセッティング関係をご紹介していく上でのちょっとキャブレターについてお話ししたいと思っております。よろしくお願いいたします。よくキャブサイズのこう選び方ってなりますと、どういうのがいいのっていう会話の中でちらっと出る話なんですけど、キャブはでかければガンガン回るよとか、パワー出すんだったらでかいキャブつけりゃ馬力ガンガン出るよみたいな、マジか。今回そういうことではなく、あくまでも快適にトルクフルに、そしてエンジン始動も楽で通勤にも使える、でエンジンが実際に必要としている、吸気のサイズ、それをご説明したいと思います。まあ一つちょっと例え話なんですけども、自分の体がエンジンだとしまして、口がキャブだとします。そして口を小さくすぼめて息を吸った時と、大きく口を開けて吸った時、どちらが勢いよく風が入ってくるか、空気が勢いよく入ってくるっていうところがトルクっていうことになるんです。そしてじゃあキャブサイズなんですけども、電卓で簡単に出すことができます。排気量をキュービックインチで計算をします。排気量かける回したい回転数割ることの3456、そういうふうに覚えていただくと非常に簡単に覚えられます。これ本当難しくないんです。楽しくできることなんで、いろいろちょっとこう流用していただくと面白いんですけども、ではですね、まず305からやってみます。実際に排気量を、305とします。そして回したい回転数が、5000回転割ることの3456ってやっていただくと、実際305で5000回転回すためには441のキャブがあればいいっていうことです。では次に350いってみます。350かけることの、5000回転割る3456、そうしますと506あればいいわけですね。では今度3%かけることの、大体 3% ちょっといじってる方多いと思いますので、6000回転とします。割ることの3456、そうすると664でいいわけですね。664というキャブないんですけども、まあ650ぐらいあれば、事実上6000回転まで 3% で回すことができるっていう、まあこれが一番トルクフルなんですね。ただまあ実際もうちょっと350でこれ試したことあります。350エンジンで、5000回転の割る3456と506ですね。で 506CFM っていうことなので、まあエーデルの500を350でつけたことあるんですけど、非常に乗りやすくて本当にトルクフルで良かったんですけど、ただドーンと回した時にはなんかこうパンチが足りないですね。でダメなので、そしてこれ第2番目いきます。ここにちょっとアレンジをします。まず305で、先ほど5000回転だったんですけど、かけることのプラス500で、5500割ることの3456、そうしますと485、実際に、485というキャブないので、500で 500CFM ですとパンチが出ます。じゃあ次に350かけることの、5500回転割る3456、そうしますと557なんで、350ですと600が一番最適っていうことになると思います。まあもちろんこれエンジンがいろんな仕様あります。ハイカムが入ってたりとか、そういったこと一切抜きにして、普通のまあ350エンジンとして考えていただければこんな感じですね。
じゃあ今度 3% さん、かけることの、プラス500ですから、6500回転で割ることの3456、そうしますと720、実際に750のキャブレターがまあパンチが出てビンと気持ちよく回るっていうようなことになると思うんですね。まあそんな感じでいろいろこれいろんなことできるんです。例えばじゃあ自分のは454だからとかビッグブロックだからとかいろいろあるんですけど、それでじゃあ454かけることの、今度は5000回転ですね、割る3456、そうしますと、656、なんだ650ぐらいで回るんじゃんということになるんですけども、まあ一重にそうとは言えないんですけど、大体これがベースになると思います。例えばイベント会場とかでチラッとこうキャブ見たりとかエンジン見たり、そういった時にああすごくちゃんとできてるんだなとか、あすごいなみたいなのがこれ大体分かってくると思うんですね。でいろいろ参考にもなると思います。他の車を見てやっぱり自分の車をどういう風に仕上げようかとか、そういったこともやっぱ考えてる方多くいらっしゃると思います。ぜひ参考にしていただければと思います。で今度じゃあ3つ目ですね、3つ目、今後ちょっとキャブセッティングについてもご紹介していこうかなと思うんですね。これはショップでも何でもないので、ただこういうふうにいろいろ説明してるだけで、まあ合ってるか合ってないか、合ってないこともあるかもしれないです。何言ってんだっていうこともあるかもしれないです。僕のできる範疇でいろいろとお伝えしていきたいなっていう部分もちょっとあります。そして今後はですね、エーデルブロックのキャブ、まあこれだってポンとつけてアイドリング上げて、アイドルミクスチャー粘着のネジを1回転半回せばもう絶好調だぜみたいな、あとホーリーのキャブとかそういうのもありますけど、まあ実際エーデルブロックっていうのは確かにポンとつけてそういうふうにやっていって調子は良くなるんですけども、実際に今度ね点火時期と合わせていきますとやっぱ若干ちょっとこう薄くなってきたりとかするんですね。でいろいろいじったエンジンですとか、あとまあ元気なエンジン、だいぶご老体のエンジンとかいろいろありまして、それに合わせての調整っていうのもあります。で一歩踏み込んだ調整っていうのはこれエーデルからそのキャブ専用のキャリブレーションキットっていうセッティングをするためのジェットだのバネだのなんだのっていろんなの入ってるやつあるんですけど、そういうのを使った場合にどうセッティングをしていくか、そういったこともご紹介したいですし、あとはホーリーですね。ホーリーっていうのはどうもこれなんかいろいろ難しくて調子が悪くなるイメージしかなくてとっつきにくい難しい、でも考えようによってはいじる箇所がたくさんあります。でいじる箇所がたくさんあるっていうことはそのエンジンに合わせてバシッと決める調整幅があるっていう考え方でもあるんですね。で決してホーリーもやり方さえ分かってしまえば難しいキャブでも何でもないです。これ実際に車を乗る磨くっていう以外にやっぱりこう V8 エンジンをいじっていく、で自分でもやっぱりメンテをしていきたいっていう方が多いと思います。ただなんかちょっとこうエンジンルームって入りにくいなっていう部分があると思うんですけど、それをちょっと入りやすくしていきたいな、まあアメリカでしたらばおじいちゃんがこういうことを孫に教えるみたいなんですね。特に古い車なんかはですから、こういった形でどんどんやっていきたいと思いますので、まあすいませんちょっと動画自己満足なのでお付き合いいただいて本当にありがとうございます。また最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。